台湾諸語は、高山語、台湾原住民語とも言われ、言語学上は、オーストロネシア語族に属す台湾原住民の言語である。かつては、高砂語語と言われていた。これは、海の、あたやる語群、パイワン語群、ゾ語群からなり、23の言語が存在する。しかし、乱遊島に住むタオ族のタオ語は除外される。オーストラリア国立大学の考古学者、 マシュース・スプリックス教授は、ポリネシアに住む民族は皆台湾から分かれていったと考察している。形質人類学による解析データ、オーストロネシア語族における比較言語学による交渉の成果も教授の提唱を支持している。かつて、白屋語の方言信興語で書かれた信仰文書で書き言葉が見られる。現在は台湾書語ローマ字を書き言葉としている。 オーストロネシア語族の拡散台湾諸語は、オーストロネシア語族の素型を保持しており、考古学的にも新石器文化は、台湾からフィリピン、インドネシア方面へ拡大しているため、オーストロネシア語族は、台湾から南下し、太平洋各地に拡散したとする説が有力である。オーストロネシア語族はまず、台湾諸語とマレーポリネシア語派の二つに分けられる。ただし、台湾諸語は、 河系統軍である。台湾諸語は、アタヤル語軍、パイワン語軍、ツ、王語軍に大別され、このうちパイワン語軍に属するアミゴの和者が10万人前後と、最も多く、その他の言語の和者は、数千人以下である。台湾諸語は23あり、そのうちの2つは、アタヤル語軍、18が、パイワン語軍、3が、ツ王語軍に所属する。 和語を表す。台湾で話される言語のうち、台湾諸語ではなくマレーポリネシア語派フィリピン語群に分類される言語に、タオ語がある。中川、二王、姫、日本統治下における、台湾語、発火語、シゲル語資料第3巻、シゲル語研究、近現代資料館公開 ISBN9 兆7848億6364万5387。 ありがとうございます。